松平信康、松平信康、徳川信康は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。徳川家康の長男、嫡男。母は、瀬名義弘の娘で、今川義元の名、月山殿。また、後に、松平宗家の居城の岡崎城主、愛知県岡崎市を務めたため、祖父、松平広忠同様に、岡崎三郎と名乗った。 現在では、一般的には、松平信康と表記されるが、父の家康は、信康の元服以前の永禄9年、1566年に、すでに徳川に改正しているため、生前は、徳川信康と名乗っていたということになる。しかし、江戸時代に入ってから、江戸幕府が、徳川姓は、徳川将軍家と、御三や、御三教のみに限るという方針をとったため、 信康は、死後になって、松平信康に格下げされたという。A62 年、1559年3月6日、松平元康、後の徳川家康の長男、嫡男として、寸府で生まれる。今川氏の人質として幼少期を寸府で過ごしたが、桶狭間の戦いの後に、徳川軍の捕虜となったおどのう質疑との人質交換により岡崎城に移る。 A65 年1562年、家康と織田信長による清須同盟が成立する。A610 年1567年5月、信長の娘である徳姫と結婚し、共に9歳の形式の夫婦とはいえ、岡崎城で暮らす。同年6月に家康は浜松城、浜松市中区に移り、岡崎城を譲られた。7月に元服して、信長より、変岐の、 真の字を、父、家康から、康氏の字をそれぞれ与えられて信康と名乗る。元気元年、1570年に正式に、岡崎城主となる。天正元年、1573年に偉人する。その後、信康は勇猛果敢査を見せる。天正三年、1575年5月の長篠の,の戦いでは、徳川軍の一手の大将として参加し、 その後も武田氏との戦いでいくつもの軍港を挙げ戦いぶりが注目された。特に天正五年1577年8月の東都海国横須賀の戦いで退却時の伝軍を務め武田軍に大井川を越させなかったという岡崎州を率いて家康をよく補佐した。天正六年1577年3月には小山城攻めに参軍する。 天正七年、1579年8月3日、家康が岡崎城を訪れ、翌日信康は岡崎城を出ることになり、大浜城に移された家忠日記。その後、信康は遠東江東の堀江城、さらに二股城に移された上、9月15日に家康の命により切腹させられた。去年21万20歳没。 信康の首は一度、信長の元に送られ、その後、若宮八幡宮に葬られた。なお、岡崎城から信康を出した後に、松平家忠をはじめとした、徳川家臣たちに、信康に通信しないという起承文を書かされている、家忠日記。信康の切腹については、三河物語の記述が詳しい。それによると、織田信長の娘である徳姫は、 今川の血を引く姑の月山殿との折り合いが悪く、信康とも不和になったので、天正七年、1579年、父、信長に対して十二箇条の手紙を書き、死者として、信長の元に赴く徳川家の重臣、堺忠臣に託した。手紙には、信康と不仲であること、月山殿は、武田勝頼と内通した、と記されていたとされる。 信長は死者の忠寺に正したが、忠寺は信康を全くかばわず、すべてを事実と認めた。この結果、信長は家康に信康の切腹を要求した。徳川屋中では、信康への初断に対して反対する声が強く、信長との同盟破棄を主張する過信もあった。森役の平岩近義は、責任を自分が被り、自らの首を信長に差し出すことを求めた。 しかし、家康は、徳川家の老臣がすでに認めてしまった以上、そのような詳細句では、信長の怒りをそらすことはできなと判断し、信康の初段を決断した。8月29日、まず、月山殿が、二股城、首相は、大久保忠代への護送中に、さなるこのあぜで、徳川家家臣の岡本寺中、野中重政により殺害された。さらに9月15日、 事件以降の遊兵先であった、二股城、浜松支店竜区にいた信康に切腹を命じた。解釈人は、服部正重だったが、正重は、首名とは言え種筋に歯を向けることができず、剣士役の天方道綱が変わって、解釈に当たった。信康や月山殿の乱暴不行状については、松平木、三河後風土記の領所が詳しい。信康については、 などがある。また、東大期にも、信康は家臣に対し無情、非道な行いがあったとしている。だが、これらの行動はあまりにも理不尽なため、単なる抽象とする説もある。大久保彦左衛門の三河物語は、信康の優れた武勇や行進を称賛する内容となっており、人格に対する否定的な記述はない。月山殿については、 家康が今川法を裏切り織田方についたため、父が爪腹を切らさせられたことを恨み、家康をひどく憎んでいた。そして、元慶という当人の医者を替えから呼び寄せて愛人に、して、密かに武田氏に通じたというものである。これらのうち特に、元慶のエピソードについては築山殿を貶める、重傷とする説もある。徳姫との不仲は、 松平家忠の家忠日記によると事実のようであるが、不仲や不行情というだけで、信長が無この信康を殺そうとするのか疑問がある。また、この時期の信長は相撲や蹴鞠見物に興じていて、そのような緊張関係を同盟者である家康に強いていた様子は伺えないし、事件の発端となったとされる徳姫に対して徳川、政権成立後に、 家康が戦国の領地を与えている理由も通説では説明できない。実際に所領を給与したのは徳姫の議定にあたる松平忠義。さらに、月山殿がいかに家康の性質といえども、武田氏と裏で外交ができるようながあったかも疑問である。しかも信長は、信康の初段についてのみ触れ、月山殿については何も言っていない。それにもかかわらず、 家康は月山殿を連座させており、いずれも不可解である。また、三河物語では、信康をかばわ,わなかった堺、酒井忠次は、知らないと言えばいいのに、と家康に嘆かれ、他の家臣たちに憎まれたとされているが、その後も、徳川家の重臣の地位に留まり、三年後の、品の制圧の際には、診療の最高責任者になっている。また、家忠が、日記に記した、 家康が仲裁するほどの喧嘩相手の部分は、現著では、この中直し、にと破損しており、信康が仲違いしたのは、御心像、徳姫ではなく、御家門、松平康氏、久松都市勝、松平公原であるとの説も提示されている。また、お母様、イコール月山殿の可能性もあるし、ご前様つまり家康の聖母、お台の方の可能性もある。おに関しては、 天正三年1575年12月に、信長の命令を報じた、家康の意を受けた、石川和正によって、実刑の水野信元が殺害されており、和正は、信康の後見人であるため、信康との仲が険悪になっていた可能性がある。ちなみに和正は、後年に、徳川家から出奔している、橋場実月の説。なお、家康が築き上げた、 信康の墓は、質素なもので、改装すらされていないとする説があるが、家康は後に信康のため、浜松に清滝寺を建立し、信康の菩提寺に指定し、病、医拝殿、栗、工場、不動堂、三門、狩猟などを建設しており、信康三長安人清滝寺と合させている。また各所に墓所を建立しているので、これは誤りである。墓所、祭祀も参照。 このため近年では、家康が信長に要求されたためというより、家康と信康の対立が原因という説が唱えられるようになった。三河物語では信長は、信康を切腹させよと答えているが、安土日記、信長後期諸本の中で最も答えをとどめているものや、東大記では、信長は、信康を殺せとは言わず、家康の思い通りにせよと答えている。 これは家康自身の事情で、月山殿と信康を葬り去ったということのようである。また信康初段の理由は、逆信、イコール無本であり、家康と信康の間に問題が起こったため、家康の方から忠臣を使わし、嫁の父である信長に相談したと読み取れる。また、家忠日記によると、事件が起きる前年の天正六年、 1578年9月22日に、家康から三河国衆に対して、信康のいる岡崎に詰めることは今後は無用であるとの指示が出されたことが記されている。さらに家康は、信康を岡崎城から追放した際、信康と岡崎州の連絡を禁じて、自らの旗本で岡崎城を固め、家ただら岡崎州に、信康に内通しないことを誓う寄章文を出させており、 家康と信康の間で深刻な対立があったことが伺える。また、大三河氏には、家康の子育て論として、幼い頃、無事に育てさえすればいいと思って育ててしまったため、成人してから教えさとしても、信康は親を敬わず、その結果、父の間がギスギスして、悲劇を招いてしまったとあり、当代にも信康が家康の命に背いた上に、信長をも軽んじて、 親、進化に見限られたとあり、信康の正常をゆえんとした親子の不和が原因であることを伺わせる。また、信康の異母帝、松平忠てるは、その要望などから、父、家康に嫌われ続けたが、忠てるが7歳の時に面会した家康は次のような発言を残している。 この発言から、信康の面影を見出したがゆえに家康は忠てるを恐れきらったことが伺える。ただし、関ヶ原の戦いで、秀忠が地参した時、家康は、息子がいればこんな思いをしなくて済んだと言っており、また晩年には、不死の中平ならざりしとこの時の事件について、後悔している。作家の天久五郎は、この時期の徳川家は、常に、 前線で活躍し武功と出世の機会を多く掴んでいた浜松城派と怪我で戦えなくなった者の面倒や広報支援や小田家との外交問題を担当していた先城派に分裂する兆しがあり両者の対立が家康と岡崎城派に担がれた信康との対立に発展し最終的に信康が遊兵先で服部正リ・に暗殺された疑いがあるとしてこの事件から 武田家における武田義信事件のように、信康を担いで、岡崎州による家康追放未遂事件があったとする説を唱えている。また、信康の処刑と前後して、岡崎城に勤める多くの重臣や奉公人が、次々と懲罰や処刑に追い込まれ、祝典、逃亡する者が続出し、派閥構想の末の粛清や懲罰があったと唱えている。 歴史研究家の谷口勝弘も、天宮の説を支持し、岡崎州は家康への不満か家康の旗本に、対する反発から信康を担いで、クーデターを起こすことを企み、月山殿もそれに関係していたのではないかと、推測しいる。信康は、勇猛なためか横暴な面があり、家臣の松平地下支度は、お若げの儀これあり、こうにつき、 毎度おいめ申し上げそうらえども信康により追放されている完成重修所家布。また信康は、同母の妹である亀姫が、武田信玄没後に徳川に願返ったに過ぎない奥平信政の性質になる。つまり、議定になることに敵型のものを婿にはなかなかなしがたしと強行に反対した三河東木しもあるなど、信康とか親団の間で圧力が生まれていた面も、 伺わせる。信康の死後、家康は、信康の病所として清滝寺を建立し、地域には、胴体が葬られた信康病が現存している。首塚を祀った若宮八幡宮では信康は、祭人となっているほか、信康と関係が深かったものにより、複数の寺院等が建立されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。